さあ始まりましたギュンです。もう年末ですよね。今までやってきた今年のロケを振り返ってみてちょっと反省していきましょう。いや絶対あるはずだから。2017年もさまざまな工場企画をお届けしてきたギュンですが、例年通りしくじり、粗相、だだ滑りの嵐。そこで今年最も反省しなければならない反省大賞を発表します。で一番ひどかった人はですね、当然みそぎのロケをやっていただきます。みそぎ、きちんと一回みそぎ切ろう。みそぎ切ってみそぎ切ろうって言いました。みそぎ切る、みそぎ切る、みそぎ切るもいいな。大反省会スペシャル、まずは黒木と諸国がエントリー。今回こちらはですね、2020年のオリンピックから正式種目と決定しましたボルダリングです。おお、今日ってすごい壁登るの得意なんですよ。今日来てましたね。今日はそうだけど、黒木今日千秋です。気持ち的にね、いいな。だからミドルネームあるって、え、これ反省することないですよ。早速諸国アナが挑戦。自分で感じなきゃダメですね。ストップさえは。お前なんだちょっとなんかひど、何にもしてないじゃん。続いて黒木、ヒョウ、千秋。ヒョウ、千秋あーえ、お、抜けない。いや、これ本当に使えないですよ。いや、わかるよ。これ、あーすごいわ。何がやりたい。ぶら下がってるだけで精一杯なんですよ。これ一番足りてないのはどこなんですか。筋力。これはギュンにはなあ。なんだろう。関西情報ネット店でコンビを組むことになった中谷アナと黒木アナのキャスターコンビがフィギュアスケートに挑戦。そして1時間後。番組でも結構滑るんじゃないか。やめてください。番組は滑りたくない。この時に絆深まったからね。そう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 。これまで絆なかったんだ。小さくなっても心は同じ。これはね、名探偵コナン劇場版。名探偵コナンからくれないのラブレター。見てくれよな。ひどいよな。これはひどいよな。これはひどい。すごいな、クロッキー。ちゃんと今日朝作ってきたんです。ほら、アボカドとバター醤油炒め。この中で一番美味しそうなのゆで卵だった。わ、え、何？なんか臭い。口に入れた時に絵の具みたいな。いや、いいことになってるぞ、これ。お弁当としてはないなと。でしょ？鼻に問題があると思う。ないわ。とんでもない責任転嫁だな、お前。だって、やだ、みそぎしたくないから。